まあ、あの前半はあの、まあ、タイヤも温存できたし、まあ、中盤、まあ、仕掛けて、まあ、秀光とコータを抜いていく予定だったんですけど、まあ、最後仕掛けきれずというか抜けきれずダメでした。マシンの状態はいかがですか。そうですね、車はすごく良かったです。レースウィークに入ってからもあの、まあ、そんなにセッティングも大きく踏んなかったですし、まあ、1000cc ボケしてたので、まあ、よく分かんないっていうのが、まあ、一番なんですけど、まあ、あの問題点はそんなになかったですね。最終ラップも S 字と、V 字で仕掛けてました。絶対抜けたと思ったんだけど抜けてなかったです。まあ、ちょっとあの V 字で勝負だったかなって感じでしたね。まあそこ、そうですね、S 字で、まあ、仕掛けで、まあ、それで前に出る予定だったんですけどね、まあ、V 字で、まあ、もう一回仕掛けて、まあ、そこで無理だった、まあ、そこで終わりですよね。他にはその、まあ、僕が早かった場所っていうのはそこの区間だったので、他で仕掛けるってポイントはちょっとなかったかな。ポイントリーダーって言ってましたね。そうですね、良かったです。じゃあ次回のスゴは。そうですね、次はあの混戦になってもしっかり前に出れるようにもっと詰めてやっていきたいと思います。